いやー、クローゼットの中がパンパンだ。服で溢れ返っている。これどうにかしないとな。できれば少数精鋭の服だけがクローゼットの中に並んでいて、それをこう適当にコーディネートするだけで着こなしが完成する。こういったのが理想的なんだよな。誰かミニマリスト的な発想で冬のコーディネートをバシッと教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ミニマリストの冬コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。やっぱりですね、僕たち大人世代は気づけばですね、クローゼットの中がパンパンになりがちかなと思うんですね。まあ、僕自身も服が大好きなので日々いろんな服を買います。そして僕のチャンネルを見ていただいている方もですね、なんだかんだで YouTuber さんのいろんな動画を見てると、ついつい服の数が増えてしまうかなと思うんですね。まあ、服の選択肢が豊富なことはとてもありがたいことではあるんですが、毎朝ですね、忙しい中でババッとコーディネートを考えるときに、服があまりに多い状態っていうのもちょっとストレスに感じること多くないですか？まあ、僕自身ですね、服が増えすぎてしまうとちょっとストレスに感じることがあるので、定期的に断捨離をして最小限の数にですね、特に自宅のクローゼットは抑えるようにしてるんですね。ですので、今回の動画では先日お届けしましたミニマリストの冬服はこの5点だけあればいいという動画のですね、発展バージョンということで、具体的な着こなしに落とし込んでミニマリストの冬コーデ参戦というテーマでお届けしたいなと思っています。まあ、今回ご紹介する3つの着こなしなんですが、僕の普段のスタイルと結構近しいものが多いかなと思います。スタイリストというと毎日違う着こなしを楽しんでるようなイメージをされる方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、僕自身は結構ズボラですし、めんどくさがり屋なので、なるべくですね、少数精鋭の服だけでシンプルに着こなしを楽しみたいという思考を持ってるんですね。まあ、そういった意味では結構ミニマリスト的な部分もあるかなと思うんですが、そんなリアルなスタイルを含めて皆さんにですね、なるべくすっきりとシンプルな着こなしを楽しむための方法ですね、お伝えできればなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的にミニマリストの冬コーデ皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、結構僕自身も好きでよくやる着こなしなんですが、まずアウターから皆さんにご紹介したいなと思います。こちら中綿のアウターになっています。僕がですね、愛用しているのは、これ3年前に購入しましたスティーブン・アランというブランドのですね、ダルマジャケットというモデルの中綿のアウターになっています。これがですね、すごく便利で、個人的にはミニマリスト志向の男性にはぜひお勧めしたいアイテムかなと思ってるんですね。まあ、僕自身はですね、ダウンあんまり着ないんですね。というのも、ダウンというのはかなり膨らみ感もありますし、これまでいろいろなものを買ってきたので、ちょっと飽きてきてるところもあるんですが、まあ、最近はですね、冬場であってもそこまで寒くないし、気温も下がらないので、個人的にはダウンだとちょっと暑すぎてしまうので、中綿アウターぐらいの方が使いやすいかなということで、これを3年前に購入しましたが、見事にこれだけでですね、十分冬を乗り切ることができたので、今年も愛用していきたいなと思っています。まあ、デザインベースはですね、少し丸みのあるようなフォルムになっていまして、肩のラインも落ちていますし、ちょっと全体的に丸みがありますよね。まあ、デザインベースはちょっとこうミリタリーライクな雰囲気になってまして、このボタンをかけるですね、あたりとかもなかなか好きなディティールの一つなんですね。このあたりもミリタリー感があって、少し男っぽさもあるんですが、まあ、全体的にはスティーブン・アランらしいですね、ミリタリーやワークを感じながらも野暮ったくならないというバランスがしっかりと取れていて、すごく気に入ってるアウターになっています。まあ、残念ながら今シーズンのものはほぼもう在庫がないかなと思うんですが、まあ、ここ数年はですね、毎シーズンやってるようなヒットアイテムになってるので、まあ、一着持っておけば長く使えるような、そういった名品になってるかなと思います。色は一応ブラックなんですが、ちょっとこうスミクロっぽいような汗た感じの色合いなので、そのあたりも含めてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。そしてその内側なんですけども、僕は普段ですね、ニットをご紹介することが多いんですが、ミニマリスト的にはですね、ニットよりもこのようなスウェット、トレーナーみたいなものの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まずは何といっても洗濯がしやすくて、ケアがしやすい点ですね。このあたりはニットよりもスウェットの方が軍配が
上がるんじゃないのかなと思います。まあラフで着やすいんですよね。これはですね、最近購入した、まあ前にも一応ご紹介しましたが、アーバンリサーチとラステルアスレチックはですね、コラボレーションしたスウェットになるんですが、少し緩めのシルエットで、色はライトグレーですね。スウェットというともうちょっと深みのあるですね、ミディアムグレーに近いような色味のものが多かったりするんですが、それよりはちょっとクリーンに見えるようなライトグレーで、なかなかいいんじゃないのかなと思っています。そしてその下にはですね、少しだけ襟の高さのあるですね、これユナイテッドアローズの今季のモックネックのロンティーを着ています。まあちらりと襟元から見せることで、まあレイヤードを楽しんだりだとか、まあ実際にちょっと首元がやや暖かいというところで、まあ内側に1枚着ておくと便利なアイテムかなと思います。これでほぼ冬越すこともできるんですが、まあさらに寒い場合には一番下にはグンゼさんと協業で作ったインティーのですね、 8.5 分袖バージョンのものですね、こちらを着ておけばもう間違いなく暖かいので、まあ上半身はこんな感じで合わせています。でボトムスはですね、僕の動画の中でもおなじみのブラック系のイージーパンツを合わせています。アウターがブラックでボトムスがブラックということで、ちょっと重たくはあるんですが、まあミニマリストの着こなしはやっぱりシンプルが一番いいかなと思うので、このような着こなしも個人的には楽しむようにしています。まあ素材感が違うと同じブラックでもこちらはこうスミクロっぽく見えますし、一方でボトムスの方は真っ黒っていう感じなので、ちょっとした色の違いも出せるので、まあそのあたりは気にせずに両方ブラックという着こなしも個人的にはミニマリストの方には使いやすいんじゃないのかなと思っています。でシルエットなんですけども、個人的にはタックワイドパンツとかのような少し緩さのあるようなシルエットの方が、まあミニマリストのライフスタイルだとか雰囲気には合うんじゃないのかなと思うので、細身よりは少しゆとりを出してもいいんじゃないのかなと思っています。で足元はですね、スニーカーですね、まあブラック系のスニーカーでまとめるのもいいんですけども、そうするとやっぱりこう着こなし全体が重めなので、ちょっと明るさのあるカラーを入れたいなということで、ホワイトベースのこちらはアディダスのサンバですね。これが僕自身も履いてることが非常に多いですね。まあ、ブラックのパンツからデニム、グレーのパンツやカーゴパンツなんかにも合うので、一足あるとすごく便利なので、ミニマリスト的にもすごく使い勝手のいいスニーカーかなと思います。で、このスニーカーの良さというのは、通常の綺麗な白レザースニーカーだと、やっぱりこう、綺麗な状態を保っていた方がより素敵に見えるんですが、こういったサンバのような、ちょっとこう、カジュアル感のある白系のレザースニーカーは、使えば使うほど味わいが出てきて、最初よりもむしろかっこよくなっていくんですね。そのあたりも含めて、一足を長く使えるという意味では、ミニマリストのライフスタイルにも合ってるんじゃないのかなと思います。まあ、このような形で、基本はモノトーンですね。使ってる色はブラックとライトグレーとホワイトということで、非常にシンプルな着こなしになってるかなと思うんですが、肩肘張らずに気軽に楽しめるので、まあ、なかなか使いやすいコーディネートになってるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。ちなみにですね、スニーカーに関しては今回ですね、2足用意をしていまして、こちらの白サンバと、もう一つですね、こちらのグレーのニューバランスですね。これも私物でよく履いてるものなんですが、今年購入した 990V6 というモデルですね。まあ、こちらに変えても着こなしは成立します。ちょっと履き替えてみますね。履き替えるとこんな感じですね。これでも着こなしが成立しますね。結構シンプルな着こなしなので、足元にボリューム感だとかちょっとしたこう癖を取り入れるんだったら、ニューバランスのスニーカーなんかもすごく相性がいいかなと思うので、こういったスニーカー変えるだけでもちょっとしたコーディネートの変化が取り入れられるので、まあ、ぜひ皆さんですね、バリエーションとして靴は2足持っておくといいんじゃないのかなと思います。ちなみにこちらのですね、ダルマジャケットなんですけども、言い忘れたんですが、マフラーを僕はこれにですね、合わせることはないんですね。なぜかというと、襟を立てることはできるんですね。まあ、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、襟を立ててボタンを閉めたりすると首周りがですね、暖かくなりますし、見せ方も変えられるので、一着あれば結構様々な見せ方も工夫できるので、すごく便利なんですね。まあ、そういった点でも結構ミニマリスト的にはこのダルマジャケットすごく使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、がらりと方向性を変えまして、少し綺麗めなですね、着こなしを作ってみました。まず主役になるのがですね、こちらのアウターですね。まあ動画の中では何度も出てきましたが、今季グリーンレベルさんと共同で作ったセントデイルウールを使ったですね、カバーオールですね。これをメインにしながらですね、着こなしを作ってみました。丈がですね、長すぎずに使い勝手がいいんですね。まあロング丈のコードというのもすごくですね、綺麗めに見える
るんですが、ミニマリストのライフスタイルを考えるとこれぐらいスッキリと丈感がしてる方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、カジュアルなカバーオールというですねアイテムをベースにしながら作られてるんですが、素材感が上品なのできれいめとカジュアルがうまくですねブレンドされたちょうどいいアウターに仕上がってるかなと思います。これを一番外側に持ってきて、その内側にはやっぱりニットではなくてここでもスウェットを使ってみました。これはですね色はダークグレーになります。最近僕自身もですね気に入ってきてるんですが、フレッシュサービスというですねブランドのスウェットをですね内側に着ています。まあ、サイズ感がちょっと緩めでですね従来のスウェットよりも今の雰囲気を感じるようなそんな一枚に仕上がってるかなと思います。まあ、上半身はこのようなグレー系でまとめて、内側には同じく白 T を少しだけ覗かせるという感じですね。そしてボトムスに関しては思い切ってホワイトデニムを合わせてみました。まあ、ミニマリストの着こなしというと数を少なく絞り込むというところでブラックのパンツがまあマストになってくるかなと思うんですが、ブラックのパンツ1本だけで勝負することも可能なんですが、ちょっと飽きてくるのでその対極にあるようなホワイトのパンツですね、これ持っておくと結構使いやすいというのが個人的な実感としてあるんですね。ただ白パンって汚れやすいところがあるかなと思うんですが、白デニムに関しては割とですね汚れたらガンガン洗濯機に回せるんですね。その点は通常のこうインディゴブルーのデニムよりもよっぽど使いやすいんですね。まあ、定番的なインディゴブルーのデニムになると色落ちしますし風合いが変わってくるのでなかなか洗濯するにも気を使うんですが、白デニムの場合はもうガンガン気にせずに履いて汚れたら洗濯機に回せるので、そのあたりが僕はかえって気軽で楽だなと思ってるんですね。まあ、素材もデニム系だとですね洗濯にも強かったりするので、僕はこのようなものが1本あると結構ミニマリストの着こなしも華やかさが足せたりするのでバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、どうしても先ほどのアウターもそうですし今回のアウターもそうなんですけども、まあ、ミニマリストの着こなしってどうしても数を抑えるので濃い色のものが多くなりがちなんですね。まあ、そんな時にボトムスだけでもちょっと明るい白を持っておくとかなり着こなしが広がるかなと思うので、まあ、よかったら皆さんもですねトライしていただきたいなと思っています。で、足元に関しては先ほどもご紹介しましたニューバランスのグレー系のスニーカーを合わせています。まあ、こちらを合わせることで白パンとのつながりもいいですし、ダークグレーとライトグレーということですごくですねアウターとのつながりもいいので、ニューバランスのグレー系スニーカーはやっぱり持っておくと便利なスニーカーの一つなんじゃないのかなと思っています。まあ、このような形でアウター2種類とあとボトムスの色ですねブラックとホワイトがあるだけでまるで違った着こなしが作れるので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目の着こなしなんですが、手抜きをさせていただきました。一番最初にご紹介したこちらのダルマジャケットですね、こちらをもう一回使いまして、内側の着こなしは2つ目と同じですね、ダークグレーのスウェットに白パンというところでここは共通なんですが、上だけ変えるという着こなしで3つ目のコーディネートが完成しました。まあ、ミニマリストの着こなしとしましてはなるべく少数精鋭のアイテムだけでうまく組み合わせを変えながらですねバリエーション作っていくのがいいかなと思うので、今回はあえてアイテム数を増やさずにですね組み替える形で3つ目のコーディネートを作ってみました。やっぱりこの白パンになるだけでこのダルマジャケットの印象もだいぶ変わってきますよね。ブラックのパンツで合わせればストイックな雰囲気になりますし、ホワイトのパンツを合わせれば少し爽やかさみたいなところが出せるのでだいぶ違った雰囲気になるかなと思います。まあ、このような形で3つ目のコーディネートも完成しますし、逆に先ほど着ていたグレーのカバーオールに対してブラックのパンツを合わせライトグレーのスウェットを合わせるみたいなこのような着こなしですね、これまた成立するんですよ。なので所有するアイテム自体をかなり絞り込んでもコーディネートは結構作れたりするので、その点便利なんじゃないのかなと思っています。まあ、ミニマリストの着こなしってどうしてもですね単調になりがちなので、そんな時にあると便利なのがやっぱり白パンだと思うんですね。これがあるだけでだいぶですね着こなしがブラックのパンツと白のパンツで全然違った見え方がしてくれるので、すごく幅が広がるかなと思うんですね。その代わりですね1点ずつのアイテムに関してはユニクロとか GU でもですね今服買うこともできますが、気分が上がるような満足度の高いアイテムを買い揃えた方がよりですねミニマリストのスタイルというのは磨きがかかるかなと思うので、ぜひその点も頭の片隅に置きながら着こなしを楽しんでいただければなと思っています。
いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではミニマリストの冬コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。どれも着こなし自体はシンプルで再現しやすいかなと思います。まあアウターに関しては一種類で過ごすのが一番ですね、ミニマリスト的には満足度が高いかなと思うんですが、それだけだとどうしても退屈に感じられてしまったりだとか飽きてしまいがちなので、まあ2パターンぐらい用意をしておくと様々な見せ方が作れるかなと思います。それに合わせてトップスも2パターンあって、ボトムスもまあ2、3パターンあれば結構十分回せるかなと思います。靴もですね、ボトムスの色に合わせてホワイト系やグレー系があれば十分なので、まあ今回ご紹介したような下地のアイテムを揃えて、あとはですね、組み合わせを変えれば今回ご紹介した3パターン以上にですね、着こなしのバリエーションを作れるかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、今回の動画一つの参考にしていただければなと思っています。まあ僕のチャンネルの中では本当にいろんな方向性のファッションの楽しみ方をお伝えしています。まあイケオジを目指してみたり、ベーシック路線を目指してみたり、はたまたこのようなミニマリスト的な発想を目指してみたりだとか、まあ人それぞれですね、どのあたりがしっくりくるかは変わってくるかなと思うんですね。そして一つだけではなくて二つの視点を持ちながらファッションを楽しむのもいいかなと思います。僕自身もですね、ミニマリスト的な発想もありますし、まあ休日家族と過ごす時にはまあなるべく前に出過ぎないような好感度の高い着こなしをすることもありますし、自分自身の大好きな服をですね、人の目を気にせずに着ることもあったりするので、まあいろんなキャラクターを演じ分けながらですね、ファッションを楽しむのも一つの醍醐味かなと思うので、まあぜひよかったら皆さんも参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中でなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとはもうちょっと通なですね、専門ブランドに関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方では写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日投稿しています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、服が好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、よかったらこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。